サムライスはアメリカ合衆国インディアナ州モロッコ出身のプロ野球選手、右投げ左打ち。ニックネームはマンオーオー、1920年代のワシントンセネタース全世紀を支えた外野手。メジャーデビュー前にはインディアナやイリノイのマイナーリーグでプレーしていた。ライスは1912年に竜巻の被害で家族や兄弟をすべて亡くすという悲劇に見舞われたが、ライス自身は 後年になっても、自らはそのことを公表しなかった。その後彼は、インディアナを離れ、一時期アメリカ海軍に所属、メキシコのベラクルスでの戦いに加わったこともあった。1915年、バージニア州のピータースバーグ球団から、ワシントンセネタースに移籍し、同年メジャーデビューを果たす。当初は投手を務めていたが、すぐに外野に転向。 外野のレギュラーに定着したのは1919 19年以降で、その頃は足の速さを売り物にしていた。1920年は63盗塁を決めて盗塁王となる。以後盗塁数は減ったものの、支球の少ない積極的なバッティングで多くの安打数を稼ぐようになる。1924年から1926年にかけて3年連続で年間200安打以上放ち、 セネタースを二度のワールドシリーズ出場に導いた。特に1925年のワールドシリーズ第3戦で、彼は後に大きな物議をかもすプレーを見せる。4から3でセネタースがリードしていた8回裏の守備で、ライスは相手の打ったホームラン製の打球にフェンス際で飛びつく。補給後、体がフェンスを乗り越えてしまったため、審判はしばらく彼が補給したのかどうかを確認できなかった。 しかしライスがフェンスから起き上がった時彼のグラブにはボールが収まっていたこの試合の後実際に打球を取ったのかどうかについて彼は身内にすら後悔しなかったという真相を尋ねられた時彼は金のためじゃないミステリーにしておいた方が楽しいだろうというコメントを残した1930年に6度目の200アンダーを達成40代の選手で シーズン200アンダ以上を記録したのは2016年シーズン終了時点でも、この年のライスのみである。セネタースには、計19年間在籍したが、1933年の3度目のワールドシリーズ出場後に放出され、翌1934年にクリーブランドインディアンスで現役を引退する。通算アンダ数は3000本にわずかに足らないが、本人はそのことを知らないままだった。 引退後、ライスはメリーランド州で養鶏場を経営していた、かつて捕虜収容所にいた数人の日本人移民をそこで雇っていたことが話題になったこともあった。1963年、ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出される。1974年にメリーランド州で死去、上記1925年のプレーの真相は、 彼の死後に開けるよう遺言されていた手紙に書かれていた。その手紙に曰く、ボールを落とす暇なんてなかったよ。ありがとうございます。